バタヤンプロジェクト、よいしょ、2月気合い入れていきますよ、2月。じゃあ早速もストレッチしながらいっちゃいますね。2月3月はトータルで1日10分の運動にしてんねんけど、最後の3分は2月3月太ももメインね、服が上まで上がるようにしたいので。あと女性のやっぱ1位の悩みが太ももらしいです。太ももとお腹周り、お腹って引っ込められるけどな、お腹って引っ込めようと思って引っ込められるけど、太ももって引っ込まへんのよ、キュッてやろうと思っても。だからもう運動でやっていくしかないからね。よしよし、結構きついと思うよこれは。よし、ああ太もも来てな、本当にもう年取ったらだんだんほんまに全然痩せにくい体になっていくって言うけど、ほんまに嫌やもんな、落ちにくくなってるわな。ただこれやりだして本当に筋力ついてるのがすごくわかる。それは筋力って大切。これも20代やったら筋力とかどうでもよかったけど、自信あったから体力、中高速度部やったから。40なんだったら中高の速度部なの、筋力どこ行ってもったんやろ。だってソフトボール、私ピッチやってこうで回すわけ、もうおっぱいプリーンってなっててんで、20代今も信じられ信じられへんかってんけど、ちょっとプリーンが戻ってきた。プリーンはせ、やっぱ腕立てとか、腕立てプランクとやと思う。あれプリーンまではいけへんけども、動画こうやって無理だって、もう下に向いてた乳首がちょっと前に向いてきたもんねいやだからやってみるもんやね、なんでもね。はあ、ちょっともうあれを頑張らなあかんからね。よいしょ、はあ、これが気持ちいいよね。よいしょ、はあ、よしよし、おっしゃ、よし、ブランクから行こうか。ちなみに今月からブランク5秒増やして50秒、横のブランクね、50秒になります。よっしゃ、行きますよ、よーいスタート。1分ね、早くスタート、1分1秒ね、これやった。よし、このどうしてもこの太ももっていうのはこれ何やろな。ほんで太ももなんかいろいろするときに、前、私やっぱソフトボールやってたから、太ももがなんかこの、なんでやろうな、なんか、なんていうの、もも張りで、もも張りっていうよりも、もう内ももがふにゃふにゃの肉を、あんなのほんま引きちぎれたらいいのにっていつも思うけど、なかなかやわな、それはそれで。とりあえず太もあれが上までキュッと、ま、股のところまで上がったら、もう2ヶ月で上げたいな。ほんでその頃にはウエストもちょっと変わってると思うね。どんな運動でも腹筋で絶対使ってるのが 100%。 腹筋使わない運動なんてほぼないから。よし、よかった、はあ、次横、5秒振りますからね。いきますよ、よーい、ピッ。何これ、2個押してみた、何やろ止まった、ちょっとこれ固まってんの、これ1分やってるんやんか、いきなりごめんね。いやでもこんなも大切や、これ神様が何を5秒ずつ上げてんねんや、10秒上げたらんかいってこういう風に言ってるかも。で何でも神様の話で出してくるおばさんやから、すぐ神様で出すから、おばば。はあ、よし、2345678910、
あと8ヶ月。もう部分部分でもうちょっと変えていこう。ね。ある程度のこの3、4ヶ月で、ちょっと筋力ついてきてると思うんですよ、皆さん。だからできると思います。OK、終わった。よし。はい、ガク。よっしゃ。よし。いきまーす。せーの。50秒。よし、いけた。ちょっと強めに押しました。関係ないけど、このな、これのジャージだって、はじめ、スパッツみたいにパツパツやったんやけど、ちょっとだけ余裕、わかる？ちょっとこう、つまめんなよ、これ。ちょっと、ほんまのちょっとやけど。これがもっとブカブカなんで、あえてはじめね、ピチピチのしたのよ。最終的に余裕が出るのがわかると思って。関係ないけど、旦那さんがウエスト閉まったからって言ってご褒美にエクササイズウェアみたいなの買ってくれたの。りえちゃん買ったよって言って、これ頑張ってるからこれ着て運動しなって。全部 XL やってんや。私ね、いつも L サイズやねん。あ、旦那の中で、ああ、足パカ行こう。よし、足パカ行きまーす。ピン。よっしゃ。わかります？私全部 XL やった時に、あ、旦那は私のことを L サイズじゃなく XL の嫁はんやと思ってたんやということがちょっとショックやって言えへんかったけど、で、あ、で来てブカブカなんやろなと思って来てんやん。ジャストフィットもうブカブカだったらさ、いや私 L やねんけどって言ったけど、あまりにもピチピチであったから、いや XL であった。ほんでさ、それもさ、わかる？なんか短パンとスパッツがひっついてるみたいな若い子が履くようなやつやねん。ほんで私が来てどう思ったら、いやなんか写真で来てたモデルさんと全然違うとか言って、あ、殴ってるかも。モデルの人はガリガリの人があんな気あるからね。うん、XL の人に同じのを求めてあかんもん。よし。だからその XL がブカブカになるようにな。ほんまに。縦パカ、いきます。よいしょ。はい。よし。でもね、ちょっとなんか、このジャージも黒で、ちょっとウエストが絞れた。いや、じゃあそれをちょっと、じゃあ足細くなった時に、2月3月で、じゃあ4月から、その旦那が買ってきた上下でやってみようかな。どう思う？せっかく買ってきてくれたし。なあ、ただそれどう考えても、40代が着たかんやつだと思うね。短パンみたいなやつにスパッツみたいなのあるやん。あれあかんと思う、私。あれをよ、モデルは20代の若い子やったと思うよ。なんかネットで買ったと思うんだけど、だからその旦那が雑誌で見た、ネットで見たモデルさんと同じように近づけるように、ちょっと足をね、やっぱ足の太さが目立つねん、それ。もうミニスカートみたいなのにこうやから、ああ、来た。よし、腕立て、腕立ていきまーす。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 なんか押せたわ。1分です、大体。よし、ほんで背中エクササイズ。よし、いきまーす。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、9、20、21、22、23、24、25、26、27、2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 8、9、20、21、22、
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。よっしゃ、次は2ヶ月頑張りましょう。太ももサーキット3分。まずやるのがもうね、3分間50秒やって10秒休んで、50秒やって10秒休んで、これを繰り返して3分でやりますよ。3種類のやつね。まずはじめは、スクワット、これを50秒やる。しゃがむ時にそれをやる。これをやって、でその次はこれ、これボキボキ言ってますけど、この横のスクワット、そして最後がこう、足をこう、足をこうクロスするね。しっかりしゃがんでこう、しっかりしゃがんでこう、しっかりしゃがんでこう。見てください、 4、5回ずつしか言ってんけど結構しんどいわ、結構しんどい。運動選ぶときはちょこちょこやってるからいけるかな思うけど、これ3分やってみよう。自分でも未知の世界、いきます。では内もも3分サーキット3分スタート。ピッとなりました。今から10秒後に2分50秒から始めます。それでもダラ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 、始まった。よし、この時はしゃがむ時に吐く、吸って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 吐く。ほんでちょっとお尻はちょっと突き出す感じ、あまりにもこうじゃなくてちょっとこう突き出す感じ、まっすぐ下ろすよりもちょっと気持ち、その方が自分で分かると思います。ここのお尻のとこに、お尻にも効くし内ももにも効いてるから、これね、吸って吐く。やっぱり上げるときに筋肉使ってるから、上げるときの筋肉を意識して、内ももを意識して。あ、2分だな。2分だったら次1分50秒から次のやつ、次何だっけ、サイド、次横です。こう、これも吸って吐く、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 吸って吐く。この時もお尻をちょっと突き出すとここに効きますから、お尻にも効いて内ももにも効く。吸って吐く、吸って吐く、吸って吐く、吸って吐く。足はまっすぐ、吸って吐く、こうじゃなくてこう、吸って吐く、吸って、あと9秒、吸って吐く。ラストちょっときついけど頑張りましょう。で吐く、吸って吐く。よし、ここから10分、10秒休憩、50秒からね、ジャンプスクワット、以来の最後に選んでもらった、いきます。よいしょ、しっかりしゃがみ込んでクロス、しっかりしゃがみ込んでクロス、しっかりしゃがみ込んでクロスしっかりしゃがみ込んでクロス、何がクロスやねん、クロスクロス、あ、ちょっとあと30秒頑張ってクロス、うん、うわ、よし、これ今こんなゆっくりやけど最後の方はガン、うわ、うお、うう、あと15秒。あー、クロスのまま。もうガンガン。あー、よし。しっかりしゃがみ込んで。クロス、しっかりしゃがみ込んで。クロス、あった、痛い、痛い、あった。はい、これで、痛い、これ、あー、これはいろんなとこ効いてるわ。もう今なんかすでにいつの間にカチカチな感じがする。これは
もまた新メニューでいろいろね筋肉変えてるからちょっとストレッチしようか。これはなかなかやな、これはなかなかやな。よし、これちょっと最近私バターのサボってましたっていう人、ちょっと2ヶ月頑張ってみませんか。この2ヶ月内ももだけやって、あ、2ヶ月これちょっとずつ3分やったらこんだけ変わるんやっていうのが私絶対あると思うね。だからちょっと一緒にね、ちょっと2ヶ月一緒に頑張ろう。多分もうやっぱりやめたっていう人もおるかもしれませんけど、これでだいぶ変わってくると思うんだけど、これは最後のジャンプしんどいやんけ。なかなかなもん、なかなかなもん。よいしょ、もう忘れた。これでよいしょ、言うたら10分の運動だけやったら10分ですからね。10分の運動の時間はで、まあ、こういうのを入れたとしても15、6分、24時間の中の15、6分作る練習を1年かけてやろうというのがこのバタヤンプロジェクトですから、ぜひぜひ、今までどんなダイエットしてきてもリバウンドの繰り返しとかみんな私も含みしてたと思うけど、ちょっとね今回はこれ最後やから、人生の最後っていうかずっと一生続けるけど、よっしゃ、はあ、熱っ、風呂入りたいわ、ビール飲みたいわ、やった意味なしみたい。ああ、よいしょ、気持ちいい。これは朝一で やれた時の爽快感ね。これは朝一で。よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ。オッケー、よし。よっしゃ、はい、おしまい。皆さん、太もも3分サーキットもう2ヶ月やります。最後の3分絶対に絶対に変わる、絶対に変わるから一緒にやりましょう。明日もね。